할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 신의민한역대하이시시켜주시마스. 오늘 이곳에 성령의 기름 부으심 있기를 소망하고. 고르도쿠로니 세이레이노 아브라스소기가 하는 것도 내가 임하소. 찬양 가운데 거하신 하나님이 우리의 심령을 만져주시길 간절히 소원합니다. 사미로라카 요라레류 씨가 와타사스를 부끄러니 후리테 그다사르 것도 내가 임하소. 그리고 큰 하나님의 은혜의 지성소가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘날의 주의 예금이나 시세준이 나는 것도 시켜주시마스. 사람들은 누구나 마음에 뭔가 이루어지기 원하는 그런 어떤 기대나 소망이라는 것이 있죠. 사람은 누구나 마음을 가지고 가나에 호시토 네가우 네가이야 노조비가 아리마스. 그래서 사람의 그 기대와 소망 그것은 그 사람의 최대 관심사, 최대 관심거리라고도 말합니다. その 내가 있던 노조비 というのは その人の最も関心のあることだと言えるでしょう. 우리 모두 그런 우리 마음의 기대, 어떤 소망 이런 것을 갖고 살아갑니다. ですから私たちは心の中に望みや願いを抱きながら来てますね. 중요한 것은 무엇입니까? しかし重要なことがあります. 내가 마음에 갖고 있는 그 기대와 소망이 하나님을 위한 것이냐 아니면 세상에서 나를 위한 것이냐. その願いと望みが神様のためのものなのかこのように生きるにあたって自分自身のためのものなのかが重要なんです. 오늘 본문에 보면 사도 바울의 기대, 소망 그것이 무엇이었는지 말씀하고 있습니다. 오늘 본문では 시도 바울의 내가이토 누드미야 나니까가 それが 書かれてあります. 지금 사도 바울은 감옥에 갇혀 있죠. 이마 시도 바울은 로야에 閉じ込められている 상태입니다. 감옥 안에서 있는 이 사도 바울의 최고 관심사는 무엇입니까? 로야니 요한라카니아르 시도 바울의 最も 관심のある 것도가 何だったでしょうか? 사도 바울은 천국의 3층 천을 보고 왔다고 했습니다. 히트바울은 대상의 택마대 밑에 가해택시다 히트です. 천국을 갔다 왔던 이 사도 바울에 있어서 가장 큰 기대와 소망은 무엇입니까? 대상의 택, 즉 천국을 밑에 갔다 바울로서의 가장 그 내가이토 노조미토와 난다다데시오. 우리가 함께 읽었는데, 이번 일순 읽었습니다. 오늘 본문을 보면 사도 바울에게는 세 가지의 간절한 기대와 소망이 있었다고 말합니다. 오늘 본문では 시도 바울에 있어서 3つの 切なる 願いと 노조미가 있는 것도가 わかります. 첫 번째는 모든 일에 부끄러움 없이 사는 것이 사도 바울의 간절한 기대와 소망이랍니다. 다1に という場合にも 恥じることなく 生きること. これが 시도 바울의 切なる 노조미と その 願いだったんですね. 20절을 보면 사도 바울이 이렇게 고백을 합니다. 20節には 시도 바울은 このように 고백을 しています. 나의 간절한 기대와 소망은 어떤 일에서나 부끄러움이 없이. という場合にも 恥じることなく 生きること. 私の 切なる 願いと 노조미に 叶っているのです. 사도 바울의 기대와 소망은요, 하나님 앞에서 사람 앞에서 부끄러움 없이 사는 거라고 말합니다. 히트바울의 세츠나르 네가이토 노조미토이유는 하나님에 대해서도 히트니 대해서도 하지르고도나쿠 이키르고도다토 이테르는데. 사도 바울은 예수 복음을 전하다가 지금 감옥에 들어와 있단 말이에요. 히트바울은 예수様의 복음을 전하되 로야에 閉じ込められている 상태です. 사도 바울은 지금 감옥에 있는 이것이 예수 복음 전하다가 지금 감옥에 들어와 있는 이것이 부끄러운 일이 아니라고 말하고. 히트바울은 예수様의 것을 전하되 로야에 閉じ込められている 것도가 하지르고도ではないと. 자존심 상하고 궁핍하게 사는 지금 이 모습이 부끄러운 것이 아니라고 말합니다. 지존신이 기지스키 또 무시 어머니 시대로 이만의 그런 상태가 하질 것도 되어 나이토. 또 잘 나가던 바리새파에서 나와서 이렇게 예수님 복음 전하면서 이리저리 다니는 것 이것이 부끄러운 것이 아니라고 말하고 있습니다. 다르무가 우라야마시오나 바리사이한이 대대기때 예수様의 복음을 전하되 아르키 마을의 것도 그 것도와 하질 것도 되어 나이토. 그러면서 사도 바울이 나는 부끄러움 없이 살기를 원한다고 말하는데. 네, 히트 바울은 나는 하질 것도 나고 이길 것도 노존데르토. 사도 바울이 말하는 부끄러움이란 이런 것입니다. 히트 바울이가 유 하질 것도 또유는와 고유 것도 난데스. 하나님 앞에서 신앙 양심을 버린 그것, 그것이 부끄러운 거라. 카미사나 미마에대 신구를 료신을 쓰태타고도, 소래가 하질 것도다 또. 사람들 앞에서 인간의 양심을 버린 것, 이것이 부끄러운 것이라는. 히토노마에대 히토토시테노 료신을 쓰태타고도, 소래가 하질베키 것도대. 그래서 이렇게 하나님 앞에서나 사람 앞에서나 부끄럽지 않은 모습으로 사는 것. 그것이 간절한 기대와 소망이라고 사도 바울이 말하고 있는 거예요. 그래서 하나님의 말, 하나님에 대해서도, 사람에 대해서도, 하지르 것도 나고 이키르 것도가 하나님의 이마에 세츠나르 네가이토 노조미다と 言ってるんです. 감옥에서요. 로야の中でですよ. 네, 여러분 오늘날을 살아가는 많은 크리스천들은 어떻습니까? 자, 이마오 이키르, 코네츠 이키르 오크노 크리스천은 どうなんでしょうか? 지금이
때가때인지라그런지는모르겠지만今が時が時であるから、こう言うかもしれませんが。오늘날의크리스찬들은예전에비해서신앙양심이없다라고는평가를받습니다。今日のクリスチャンたちは以前に比べて信仰の良心がないという評価を受けています。그래서기독교신문같은데보면그런신앙양심을잃어버린사람들을풍자해서이런기도문도있어요。キリスト教の新聞を見るとこのような信仰の良心を失ってしまった人々を皮肉った記事や祈りのタイトルがあります。그기도문제목이그렇지만주님이었습니다。その祈りのタイトルというのはでも主よというタイトルとなっています。많은신앙의양심을잃어버린오늘날의크리스찬들이이렇게기도한다는것입니다。多くの信仰の良心を失ってしまっているクリスチャンたちはこのような祈りを捧げていると。주님말씀하신대로거짓말하지않겠습니다。主よ、主の御言葉通りに嘘はつきません。그렇지만주님。でも主よ。제가장사할때나사업할때는어쩔수가없습니다。私は商売し事業をやっている時には仕方がありませんよ。主님、제가주님말씀하신대로예배드리러갑니다。主よ、主の御言葉通りに礼拝を捧げに行きます。그렇지만주님。でも主よ。모든예배나오라고는하지마십시오。礼拝ごとに出てきなさいとは言わないでください。주님、제가주님말씀하신대로구별하여서저먹고흠없는것으로하나님앞에올립니다。主よ、主の御言葉通りに区別して趣味も基準のない捧げ物を捧げます。그렇지만주님。でも主よ。제체면유지로만조정해주십시오。メンツを保つことができるほどにしてくださいよ。주님、제가주님말씀하신대로십자가치겠습니다。主よ、主がおっしゃった通りに十字架を背負います。그렇지만주님。でも主よ。제가사람을사서사그치그치십자가를지게하겠습니다。私の代わりの人に背負ってもらいますよ。주님。주님말씀하신대로사랑하겠습니다。主よ、主の御言葉通りに愛します。하지만그렇지만주님。でも主よ。지금당장하지말라지금하라고하지마십시오。今すぐとは言わないでください。언젠간할테니까。いつかは愛しますから。예수님의이름으로기도드립니다。イエス様の皆によって祈ってますよ。이런것이오늘날의신앙양심을잃어버린많은크리스찬들의모습이라는거예요。これらの祈りが信仰の良心を失っているクリスチャンたちの姿であると。여러분우리가살아가면서하나님앞에부끄러움없이산다는거쉬운일은아닐거예요皆さん人生の中で神様の御前で恥じることなく生きるということは簡単なことではありませんね。하기힘든거라고해서하지말아야될까요難しいからそれはやめなければいけないんですか힘든일이라할지라도例えば大変な思いをするような難しいことであるとも세상을살면서우리가신앙양심을잃어버리지않는그것이この世の中で生きていながらこの信仰の良心を失わないことが우리의영이사는일이고요私たちの霊が生かされることであり하나님보시기에가장가치있는일이고요神様の御前で最も価値あることであり우리에게가장복된일이기때문에私たちにとっては最も祝福あることだから그렇게살기힘들지만그렇게살아야될줄믿습니다そのような信仰の生き方が難しいかもしれませんけれども、その通りの信仰生活をしましょう。그래서우리도다윗과같이それで私たちもダビデのように내마음에합한자라고하나님께그믿음을인정받을수있는저와여러분될수있었으면좋겠습니다。神様の御前で私の心にかなうものだと認められるものになりましょう。그리고오늘본문의사도바울처럼またこの本文の使徒パウルのように신앙양심과인간의양심을가지고부끄러움없이살아갈수있는저와여러분될수있기를주님의이름으로축원합니다신고의良心と人としての良心を持って恥じることなく生きることを主の皆によって祝福します사도바울의간절한기대와소망두번째입니다使徒パウルの切なる願いと望み二番目です뭐냐면무슨일에든지담대하게사는거랍니다第2番目として何事に対してもいつも大胆であることです。20절의본문에보면언제나처럼담대하게사는거라요。いつも大胆に生きることだと言ってるんです。여러분담대한다는게뭡니까大胆というのはどういうことなんでしょうか우리안에부끄러워하는것이있으면도망치려고하는것이있을때는담대할수없죠。私の心の中に恥ずかしいようなものがあるとしたら大胆になれないんですね。우리가언제도망가려고그러죠いつ私たちは逃げようとするんですか언제우리가담대하지못하죠いつ私たちは大胆になれないんですか죄를지었을때それは罪を犯している時ですね그리고그죄를감추려고할때そしてその犯した罪を包み隠そうとする時그래서창세기를보면하나님말씀에불순종해서선악과를따먹은아담과하와가죄를짓고숨죠
それで創世記にはアダムとエバが神様から命じられたその善悪を知る実を取って食べて罪を犯して実を隠すんですね。우리가살아갈때담대하지못한것은요하나님앞에범죄했을때私たちが人生において大胆になれないのは神様の御前で罪を犯したからなんです。또우리가언제담대하지못합니까またいつ大胆になれないんですか。예수님을신뢰하지못해요それはイエス様に信頼することができない時です。예수님을머리로만알고믿고있을때예수様をただ知識的に頭でだけ信じている時です。그럴때우리는담대하지못합니다その時には大胆にはなりません。사도바울은언제나하나님과사람앞에서어떻게산다고했어요부끄러움없이살려고발버둥친다고했죠히트바울은神様に対しても人に対してもいつも恥じることがないように生きるために頑張っていると言ってます。그래서부끄러움없이살고있었던사도바울에게는요담대할수밖에없었던거죠ですから神様に前で恥ずかしい思いのないヒトバールは大胆に生きることができたんです。그래서가는곳곳자기가믿고있는예수그리스도를전도하고복음을전하고선포했었어요それで自分の信じているイエス・キリストを大胆に堂々と福音を伝えて、それで伝道することができたんです。담대하게。大胆にです。감옥에가서도담대하게찬양했고기도했어요。牢屋に閉じ込められても大胆に賛美し祈りを捧げました。죄수들에게예수복음을전합니다。そして囚人たちにイエス様の福音を伝えたんですね。어디에서나담대한교회모습을볼수있습니다。どこでも大胆にいられる使徒パウロを見ることができます。그럴때어떤일이일어납니까？そういう使徒パウロにどういうことが起きましたか？사도바울을묶고있던새사슬이풀렸죠。使徒パウロが縛られたその鎖が途切れて解放されました。갇혀있던감옥문이열렸습니다。その閉じ込められていたその牢屋の扉が開かれました。감옥을지키던간수가회개하고예수님을믿게됐습니다。その使徒パウロを見守っていた看守が悔やためて、イエス様を信じるようになりました。그리고하나님이일하시는것을보게됩니다。で、神様の御手の働きを見たのです。사도바울은예수님을신뢰하는마음으로진정신뢰했던그믿음이있었고요히트바울은心から예수様に信頼しているそのような信仰がありました신앙양심버리지않고양심을버리지않고부끄러움을살려고했기때문이었고神様に対してのその信仰の良心捨てずに人に対する信仰良心も捨てなかったんですね또한가지가이유가있었는데もう一つがあります삶의목표가확실했기때문이었습니다それは明確な生きる目標がありました。그에게는삶의표대가있었죠。生きる明確な目標がありました。그래서빌립보서3장14절에보면사도바울이런고백을합니다。それでピリピ3章で使徒パウルはこのような告白をしました。표대를향하여그리스도예수안에서하나님께서위에서부르신부름의상을위하여쫓아가나요。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。그럼사도바울에게는요예수그리스도라고하는삶의표대가있었습니다皆さん使徒パウルにはキリストイエスという目指す生きる目標がありました삶의방향이있었습니다つまり人生の方向がはっきりしていたんです그리고그가하늘에서준비하시는하나님의부르심의상을위해서환경에매이지않는다그랬어요そして上に召してくださるその栄冠を得るために環境に縛られることがないようにしていると의의멸류관을위해서삶에묶이지않는다그랬어주の栄冠のためにその人生に縛られることがないようにしていると그래서성경전체를보더라도요それでこの聖書全体を見ても예수그리스도라고하는하나님이라고하는표대를향해서사는사람들예수그리스도という神様を目指す目標のある人は하나님을전폭적으로의지하는사람神様に全面的に頼る人は하나님만을바라보는사람들神様だけを見上げる人이런사람들에게는사람에게나세상앞에서나담대했던모습을볼수있습니다これらの人々は人に対しても世に対しても大胆に歩むことができる人であることがわかります히틀러가600만 명의그유대인들을학살할때였습니다히틀러가600만 명의유대인을작살했을때의것의도기입니다그때본회퍼라고하는목사님이포로수용소에있었었어요그때는본회퍼という복지선생님이포로수용소에있었습니다그분은매일마다자기의신앙의고백과신앙의선포를적었습니다その福祉先生は毎日自分の信仰の告白を宣言を書き留めていました。그리고나중에는그것을다모아서
옥중서신이라고하는제목으로책으로나왔죠そしてそのような書き留めたそういう本その内容が全部書き集められてそして国中書簡という本として出版されました그책을보면그본회퍼목사님의이런선포가있습니다その本の中にはボンヘッパー先生のこのような信仰の宣言があります세상은잘알아두길바란다요와知ってほしいのだ나는사람의손에있는것이아니라하나님의손안에있노다私は人の手の中ではなく神様の御手の中にいるということを세상은그것을확실히알아두길바란다요와확실히知ってほしいのだ오늘우리가찬양으로고백했던것처럼今日賛美の中で告白したように우리에게힘되시고방패되시고우리의큰힘이되어주신그하나님그하나님손에우리가있다고말하죠私たちの力であり盾であるその神様の御手の中に私たちはいるんです그래서우리가하나님을나의힘이라고말하고ですから主は我が力なりと告白しています나의소망이라고말합니다主は我が望みなりと告白しています그열악한환경의포로수용소안에서その劣悪な捕虜収容所の中で매일매일실험대에서자기의 동족이죽어가는그포로수용소안에서만일직경단의中で自分の民族이다진たちが殺されていくその中で매일매일고문으로죽어나는그런포로수용소안만일만일고문によって死んでいくそのような捕虜収容所の中で본회퍼목사님은이렇게선포합니다본회퍼先生はこのように宣言しているんです세상은알아두길바란다요와知ってほしいのだ나는사람의손에있는것이아니라하나님의손에있도다私は人の手の中でなく神の御手の中にいるということ그것을세상은포로수용소는알아두길바란다それはこの요와捕虜収容所は知ってほしいのだ아무리나를고문한할지라도いくら拷問されても거기에무릎꿇지않겠다는そこには膝を絶対にかがめない신앙良心버리지않겠다는것입니다信仰良心を捨てないという意味です그선포에는그신앙의고백에는믿음의담대함이라는것이있어요そのような信仰の宣言の中では信仰においての大胆さがありました사랑하는여러분아시는皆さん우리도똑같은하루24시간이라고하는주어진같은인생을살아가면서私たちも24時間というみんな同じく与えられている一日を生きています예수그리스도라고하는표대를향해서イエス・キリストという生きる目指す目標に向かって、또하늘에서받을의의면류관을위해서、また後に天からいただくその義の栄冠のために、언제어디서나신앙의담대한모습으로살아갈수있기를주님의이름으로축원합니다。どこでもいつでも大胆な信仰者として生きることを主の皆によって祝福します。아멘。아멘。자마지막으로사도바울의간절한기대와소망。세번째입니다最後に人バールの切なる3つの思いと望み第3番目です오늘본문을보면모든일에오직예수그리스도만존귀케되게하는것이그의기대와소망이라본문では全てのことにおいてキリストの素晴らしさが表されることと書いてありますこれが人バールの切なる願いと望みです사람은누구나자기가다잘나가고싶어합니다人はみんな偉くなりたいよく暮らしたいと思っています。또잘되기바랍니다。すべてがうまくいくことを願っています。그리고또자기가돋보이고싶어합니다。またやっぱり目立ちたいという思いがあるんです。근데사도바울의삶에그의고백은다른고백을합니다。しかし使徒パウロは自分の人生において違う告白をします。내가살든지죽든지。生きるにしても死ぬにしても언제나그리스도예수만을존귀케되게하려私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める。사도바울은무엇을하든어디에있든감옥에있든천국에가있든그는항상하나님께영광을돌리는일에만관심이있었어요히트바울은신인시ても生きるにしてもどこによってもロイヤルの中にいよっても天国にいよってもただキリストの素晴らしさが表されることを求めていました사랑하는여러분愛する皆さん우리도하나님의영광을위해서예수님의영광을위해서살아가십시다皆さん私たちも예수様の神様の素晴らしさつまりその栄光を表すために生きていこうじゃありませんか성경은우리가그렇게살아야된다고말씀하시고聖書はそのような生き方が私たちの務めだと書いてあります그이유를말씀하시는데その理由についても書いてあります그것은사나죽으나우리는주의것이기때문에그렇다고それは生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものだからと書いてあります그런즉먹든지마시든지무엇을하든지다
하나님의영광을위하여하라라고말씀하시죠だから노문이시てもキルにしても全ては神様の栄光のためにやりなさいと書いてあります우리는예수그리스도안에속한사람들입니다私たちはキリスト예수の中にいる人なんです여러분우리가우리삶속에서皆さん私たちが人生の中で또우리작은가정안에서도また私たちの小さな家庭の中で우리가일하는일터안에서도また私たち自分自身の仕事場の中でも예수님의영광을예수님을존귀케하면서살아가십시다예수様の素晴らしさを表しながら生きようじゃありませんか그럴때하나님은반드시우리가올리는그영광을받으실것이고その時に神様はそういうイエス様の素晴らしさを表しする神様に対する栄光を受け取り그런믿음으로살아가는그사람의삶속에하나님의일하심을나타내실줄믿습니다そのような信仰の人の生活に神様の御手の働きを表してくださることを信じましょう아멘아멘이것이사도바울의간절한기대와소망이었습니다これが使徒パウロの切なる願いと望みでした그럼여러분오늘을사는저와여러분들의간절한기대와소망은무엇입니까では今日を生きる私たちの切なる願いと望みとは何でしょうか우리의최대관심거리는무엇입니까私たちの最も関心のあることは何でしょうか돈많이버는거お金をたくさん稼ぐことでしょうか잘사는거よく暮らすことなんでしょうか동경대학들어가는거東京大学に入ることですか우리도크리스천으로살아가면서간절한내마음의기대와소망은무엇입니까크리스천として生きる私たちにとって切なる願いと望みは何でしょうか돈잘버는것도좋고요もちろんお金をよく稼ぐこともいいです잘사는것도좋고요よく暮らすこともいいです出世하는것도좋지만出世することもいいですけれども우리가먼저하나님앞에서사람앞에서부끄러움없이사는것맞아神様に対して人に対して恥じることないように生きること신앙양심을가지고부끄러움없이사는信仰の良心を持って恥じることなく生きること예수그리스도를믿는그믿음으로담대하게살아가는거예수그리스도를신지는신권이었대大胆に生きること우리가살든지죽든지예수님의영광을위해서살아가는거生きるにしても死ぬにしてもキリストの素晴らしさ栄光を表すために生きること이것이먼저우리들의가장큰기대와소망이될수있기를주님의이름으로축원합니다これのことが最も私たちの切なる思いと願いになることを主の御名によって祝福します우리이런믿음을가지고돈버시기바랍니다このような信仰を持ってお金を稼ごうじゃありませんか우리이런모습으로이런믿음의모습으로자녀들키우시기바랍니다このような信仰を持って子供を育てていこうじゃありませんか그래서하늘에서나それで天においても地上においても천국백성으로天国の民として하나님의부르시는그부름의상을다받는저와여러분될수있기를우리주예수그리스도의이름으로축원합니다위에に召してくださる神様のその栄冠を受け取る私と皆さんになることを祝福します아멘